はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。皆さんこんばんは、ゼニーでーす。ということでね、ゼニーがお送りする、はい、地球防衛軍 4.1 前回の続き、はい、激突、はい、エルギヌスということでね、まあ、しれっとぶっ殺していきたいなと。そうっす、はい、もう今回はね、もうレンジャーレンジャーなんでね、まあ負けない、負けません。もう、まあ、もう負けられない。エルリーダーはもう戦死しました。負けられない。そういや、なんかね、エルリーダーだと面白いステージがあるとね、やってもいいのかもしれないけど、今はもう生き残ることの方が大事。そうです。あ、いるじゃん、そこに。いますよ。うん、ちょ、輸送中止されちゃうんだって。え、バラムの輸送中止されちゃうんだって。やっぱ送んないってこと。いやいや、ストリンガー、ジェスリー、激しくてゴリゼットより強いから。いますよ。ちょっとあんま被んないでって、マジで。あ、来てる来てる来てる、バラム、乗れ、ゼニー、乗れる乗れる乗れる、行け行け、お前が行くんだ。青い地球を守る、早く行け、早く、しばけ、バラム、いいバラムでしょ、これ。おい、だって、体力違うもん。おい、おい、おい、よいしょ。多分ね、ここからじゃなくてダメージ入ってないね、今まで。そうね、さっきまでバラムが出るまでじゃん。おお、まあ、血が出てなかったもんね。ちょっともうミサイル持ってないから、早くビル壊すとかなんとかしてくれ。おー、何をやってんの、あんた。押されてんじゃん、ほら、緩め、ストリンガーなめんなって。だからかけるて、ほら、ストリンガーなめんな。マラムとどっちが強いか分かんないけど、倒したぞお前。ほら、終わった。まだ終わってないけど、血出てる、うん、だからノックダウン取ってる。おいおいおい、なんかまだ入ってきてる、入ってきてる、巨大生物、ゼニー。え、巨大生物入ってきてる。任せる。いや、そんなもん任せんじゃねえ、バカ野郎。巨大生物だっつってんの、どうやって任せんだよ。え、お前、頑張れ。巨大生物ありとかで来たよ。簡単に言ってくれねえ、あんた。バラム乗ってるの俺やねん、これ。おい。バラム。おい。おい。バカ。ちょっとそんなところにいないで、マジで邪魔だから、じゃ、マジで邪魔だから、ちょっとどっか行ってくんない、どっか行ってくんない、マジで邪魔なんだって。撃つとあんたがダメージ受けんだってね。えアリが俺の方に集まってきてんの。モテる男はつらいねって。いや、そんなにいいんだって、早くどけ。置いてるよ。バラム使ったことあるやろ、全然動き悪いっていうか。もう知ってるよ、知ってる、武器回収で使ったよ。よいしょ。あら、右左右左、あと右左右左、ね、まああれぐらいだったらなんとなんのか。多分ね、バラムの攻撃よりね、意外と強いんだって、ストリンガー、ジェスリー。いやいや、俺の攻撃の方が強い。飛び出てる血の量見てよ。ほら、おいしいわ。痛い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 。あ、死んだぞ。死んだ、死にました。はい、止まったよ。はい、いや、あー、もう取れてんの。はい、とりあえず、なんとかやったよ。いや、全然アイテム回収できんかった。何やってんの、てめえ。いや、死体が邪魔だよ。え、死体が邪魔で、なーにも取れませんでした。はい、次行こう。次行ってみよう。うん、次行ってみよう。次行ってみよう。空挺集結。あー、空だ。あ、これ、あれだ。赤いドローン。みたいなやつだ。いや、ゴリゼット意味ないっすね。ゴリゼットではない。ゴリゼットではないけど、
ノババスターだでもない。MMF1000 っていうのもありだね。100ね。いやまあまあ、ここは大丈夫ですよ。ここは取りたいね。いやこれね、あのリロードが時間かかんのよ。知ってる。このライフルめちゃくちゃ。どうするこれ全に。上落とす。上落としましょう。はい。落とした一匹。ただ一匹落としたら多分あの後が勝手に反応してくれるんだと思う。ああ、なんか撃たれてる、なんか撃たれてる、なんか撃たれてる。うん。おりゃ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 。あの奥のなんかあれ落とすんか。落とせるか分かんない。変形してくれたら落とせるけど。汚ねえ花火だな。おい、汚ねえ花火だ。誰撃ってきてんの。いやいや、諦めんでも終わるときは終わんの。そんなことな、うん、そんな現実みてえないようなこと言うのやめてくれ。あの赤やつな、問題は。あーめえ、あーめえ、ちょっと待って、狙われ早すぎる、早すぎる。ちょっと待って、その前に顔が折る前に折る、邪魔すぎる。あかん、撃たれへん。ちょっと俺のなんかあの歯っていうのを見せたかったのに。はあ、あかん、外れた。右や、動きのが、向こうの動きのが早い。そう、でも絶対落としたる。見えよ、知らん。うわ、えぐいな速さが。でも、はあ、落とした、落とした。うん、てめえボコボコ撃っとんじゃないよこのクソザコ。別にストリンガーで落とす必要なかったかもしれんけどな。邪魔、とりあえずある程度落ちてんじゃない今。うん、あれ落ちいんじゃないやっぱり。出せる、あのでかいさ、出せる出せるな、うん、あいつ、あいつが無限脇やな。落ちた、落ちた、はい、なめんなストリンガーを。オッケー、とりあえずこれでキャバが決まった。あー、地球を守りたい。うわ、まあ、願望やな。そう、あー、地球を守りたい。守るためじゃないよな、守りたい。もう願望なだけだね、至って。そうそう、イエスが守りたい。これめっちゃこれねんな、この RR。 もうとりあえずちょっとゼニーなんとかして。いや、あの回復アイテムがあると私もつらい。見てください、500しかないんですよ。え、何してったん。前線で戦ってたんです。あいつ落とさんと。いや、あのソラのやつ別に落としてました。いや、ちょちょ、そのあの何、あのテレポーションシップを落とさんと。もう無限脇を頑張ってアイテム回収のために進むってな。なるほど、アイテム必要だったんで。どう、アーマー出た。アーマーは出てるけど回復が、回復が。ちょっとじゃあアーマー取っといて。
こうほんま当たらへんなこいつ。当たっても一発落ちんな。何俺ずっと狙ってた。ええうるさい、なめんな。RAR じゃ落とすのきついな。まあな、この赤は特に結構射程短いからな。うん、でも J3 じゃ一撃で落とすで。いや俺もこれ一撃で落とすんだ。いいよ、コッポ右にしてやる。ちょ、軽トラ乗られへん。当たり前よ、それ5かれ。軽トラ乗らせてもらいたいんやけど、また400ぐらいになってるよ。アイテム出てこい、アイテム。え、軽トラ乗られんの不便やわ。お前どっちだってもう遊んでるだけやろ。え、移動力が違うの、移動力が。やっぱり移動力大事よ、ゼニー。いや分かるけど俺死ぬぜ、あと180とかだよ。いやちょっと逃げ切って、回復は分からへん、あと60。逃げ切れ、もう戦うんで逃げろ。アイテムのある場所まで逃げてんねんけど。味方もおる、俺今撃てるとこまで一挙。お前どこで撃って、え、俺違う場所におる。おっしゃ、とりあえず300俺回復。外した、はいよ。この赤いのめっちゃ速いぞ。そうやで、はい、まあ、当たったら一発で落ちるけど。またあれやんねって、アースイーターかなんかや。ああ、じゃあ俺上へ何とかしようか。開いたら開く、いや開くやつもあるんじゃない。とりあえず何とかしますよ、赤いやつは。赤距離が離れたらやっぱ当たらん。で連射が効かんからな、一発一発なんで。そうっすね、ボスの人そうっすね。あ、1800まで回復したんで前線戻りますよ。うん、戦って、戦ってますよ。いいよ、あと仕事うん、そこに赤いのおるわ。おるな。その赤はなんとかしようか、俺が。全に赤はなんとかすっから、赤以外なんとかしてくれ。赤以外。うざいわこいつ、ちょろ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 動きやがって。はい、赤終わり。はい、あと1体、あと1体。わ、外す。はい、どう、終わり、終わった。ストリンガーなめんなよ。よし、こんなザコみたいな武器いらねえか。 J2 ミッションを選んでください。で、まあ、今回は2つかな。2つでいいの、多分時間的に。なもんじゃない、いやもう1個いけるんじゃないですか。ちょっと見てみましょう。はい、トマト行ってみてって感じ。巨中大進行みたいな感じやから、でかい虫出てくるんじゃないですかボス。でかいの、はい、うん、まあ殺そう。あー、いますね正面に。めっちゃおるんじゃないのなあ。はい、はい、こんなストリンガー打ち込む必要ないよ。どうぞ全員正面、俺行くわ。はい、
援護して。はい、どうせ湧いてくんねやろ。まだ湧いてくると思う。うん、ないよ。ちょっとここはもう俺があの餌となって、はい、踊りをやろうじゃないの。なんかボスかっこいいぞ。いや、すごくなってる、すごくなってる、すごくなってる、すごいことなってるって。体力めっちゃ減っていく。こんなん言うてやってるけど。ねえ、やってるけど、どうしよう、どうしよう、どうしよう。ああ、もう死んだ、ごめん。いいよ、もう。集めてくれたから、あとは倒しやすくなった。うん。多分俺に巻きついとうと思うわ。いろいろ。うん。だいぶ、蹴散らしたと思うで。だいぶな。うん、数は。もう復活させるぞ。おう。どこ？あった。ボスの画面がよくわかんない。うわ、超えていったな。どこ？声出せ。ありがとう。どこ俺どこ？これ？いやボスどこ？あこれ？これクソみたいなやつ？クソみたいなやつって言わんといて。はい、回復。はい。そう、前線で頑張ったよ。頑張ってました。うん。雲ばっかり出てきた。雲あんま好きじゃないもん。雲好きなやつおらへん。いや、もっと戦いやすい武器持ってんねんって雲でも構わへんねんけど。戦いやすい武器持ってても雲は嫌やわ。遠距離でね。あー、反対側からも来てるわ、ゼニー。なんかが。あー、はい。何が来てもわからへん。ちょっと俺反対側見てくるわ。はーい、行ってらっしゃーい。まあ雲な気がすんねんけど。そうですよね。ああ、雲です。はい、雲以外が出てきてちょっとビビりますわ、ね、当たったけど雲に。 J3 当たったけど一匹死んだだけでしょうね。うん、またアースイーター。あ、来た。もうアースイーター来てるわ。めんどくさいな。別にね、敵は出すわけじゃないからいいやん。いや、これアースイーター赤やつは敵を出すんやつ。まあ、ちょっと引きながら、なんとかやっていくわ。もう一回、援護しに行く。そっち終わった？終わったね。もう俺、連射的機関かな。見えない。ちょっと見えない。見えないって。だからボス俺横通っていったら。いや、もう物理演算無視されるからさ。ええよ。だいぶ減ってる。だいぶやった俺。だいぶやってる。ボスの頑張りでいってる。いけてる？いてる。あれや。邪魔。あと3体。かな。ん、でもまあ、出てくんねやろ。多分な。うん。これでは終わらんでしょう。さすがに。あと1体。終わった。終わった。もうクリアや。終わった。珍しい。もう雲ばっかりちょっとうざかったけど。ならもう一個？え、もういいんじゃない？もうこれで3つやね。あ、3ついった。そうやね。だから3つで終わり。あ、次。だってそうやろ。激突、空挺、巨虫。激突から、あ、そうか。そうやね。なんかそうやな。
ったで前戦火拡大やったやろ。ああなるほど。数やで。なるほどね。思い出しました。でもボスも数も分からなくなったんかい。いやなんかね、あの私あんまり活躍してないんでね最近。見せ場がね。だから俺がレンジャーになったらそんなもんやねんって。エアレイダー含む地上部隊によって、これまたなんかあるんでしょうね。次は次で、まあまたあれ、またテレポーションチップぶっ壊せやろ。はい、ということでね、はい、まあ次回もね、まあさらっと勝っていきたい、できればね。まあ俺もレンジャーになったところですね、そうね、はい。なんでまあまあね、ゼニーにはね、いつまでレンジャーをやってもらうかわかんないんですけども、はい、まあまあね、いい感じで、そうっすね、またエアリーダーに戻ってもらってね、はい、乗り物がねもっといいのがあるとね、はい、それはそれで面白いんでね。そうやね、まあ育てなあかんけどね、これ5と違ってなんか増えるってことはないから、もうレベルが上がることないんでね、うん、ちょっとね、またいい稼ぎポイントみたいなのを見つけるとね、はい、こっちはこっちでまた稼げて面白いのかなと思うんでね、はい、その方はね、それでやっていきたいなと思っております。はい、お願いします。ということでね、まあ、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あとですね、ゼニーがもう一つタイトルやっております、バイオハザードビレッジで、私の方がねやっておりますバイオハザードビレッジ並びにレイヤーオブヒア2、はい、で姉さんの方がねやっておりますリトルナイトメア2、はい、で私とねゼニーの方が不定期開催しておりますデイモンズゲリラライブ、こちらの方バイオハザード1になっておりますんでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。ということでね、今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。続くよ、EDF。